さあではこちらのお宅のオーナー様に改めてこだわりポイントなどお話をお伺いしていきたいと思います。ご家族4人本当に仲良さそうで私まで嬉しい気持ちになりますが、改めてですね、難波建築工房さんでこのお家を建てようと思った理由はどんなところにあったんですか？一番最初は、家建てるってなった時に、和モダンの雰囲気の家を建てたいっていうことで僕と妻で話をしまして、いろんな展示場とか行ったりとか、いろんな工務店とかを回らせていただいて、最終的に難波建築工房さんで決めたという形です。実際に決められてよかったですか？そうですね、はい、もう多分こんな2階リビングの発想だったりとか、他の工務店さんにはないスタッフの方の人間的なアットホームな感じの雰囲気だったりとかっていうのがすごく我々夫婦としては良かったので、またもう一回家建てるってなっても建てると思います。やっぱりお家建てるとなると長いお付き合いになりますしね。そうですね、もう一回建てるときはまた難波建築工房さんでっていうのは嬉しいでしょうね。ちなみにこうメーカーさんからもいろいろな提案があったと思うんですけども、はい、この2階の LDK で今およそ1年間ぐらい住んでみられていかがですか？はい、そうですね、すごく居心地が良くてストレスフリーで、はい、過ごさせていただいてます。エアコンの効きはいかがですか？かなり大きな空間ですけども、住み始めたのが2月かな、去年の2月だったので、特にその冬よりも夏場にエアコン効かせた時に1階に冷たい空気がどんどん降りていくんじゃないかって言って心配してたんですけど、意外とそんなことなくて心地よい、いい室温が保たれました。じゃあ四季を通じてお家の中が快適ということですね。はい、機能性はもちろんなんですけども、やっぱり建てるとなった時にご夫婦のこだわりポイントを教えてもらえませんか？はい、僕のこだわりは先ほど見ていただいた2階のトイレなんですけど、リビングをしっかり広く取ってもらいたい、リビングだけでいいから広くしていただきたいということで、それはもう最初から一貫してお伝えさせていただいて、敷地自体は狭いんですけども、その中で2階にリビングを持ってくるという発想で広くしていただきました。しっかり要望に応えていただいたなと思います。で、あとはやっぱり大きい窓をつけていただいて、あっちに見える山だったりとか、こっちにも実は山が見えて、そっちのソファーに座った角度だったら綺麗に見えてっていうようなところをこだわって作っていただきました。テーマの街角に佇む山と空の家、もうバッチリ合ってるということですね。四季も感じながら家の中にいても冷暖房もしっかり効いて心地よい空間、子どもたちがねこのお家でも元気に成長していく様子が目に見えるようですよね。すごくね温かみを感じますこちらのお家なんですけど、改めて難波建築工房さんで建ててみてよかったでしょうか？難波建築工房さんに建てていただいて本当によかったなと思ってます。このお家に点数をつけるとしたら何点でしょう？ボケた方がいいです。ボケた方がいいですか？いえいえ、でももう本当に120点ぐらい、100点を優に超える点数だと思います。じゃあ大満足という方ですね。はいはい、いやこれからもぜひこのお家で皆さん仲良く過ごしていただきたいなと思います。今日はお伺いしましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。